2023年公開のホラー映画に、ジャニーズタレント主演作が続いている。6月16日には何わ男子、西畑大吾26、主演の、聞け島、機械島、が公開され、9月8日にはジャニーズウエスト、茂岡大樹、30、と橋本環奈、24、が W 主演を務める映画、禁じられた遊び、が公開される。聞け島、 お手掛けたのは、ジュオン犬鳴き村、の清水隆監督、51、禁じられた遊び、は、リング、野中田秀夫監督、62、で、ホラー映画界の二大巨匠だ。西畑と重岡はどちらもホラー映画初主演だが、近年ホラー映画とジャニーズタレントは、鉄板、の組み合わせとなりつつある。1998年の、リング、2000年の、 ジュオンがヒットした頃、国内でホラーブームがあった。ジャニーズ事務所としても、稲垣五郎さん、49が出演した、パラサイトイブ、97年、草薙ツさん、49、出演の恒例、1年、三宅健さん、44が単独初主演を務めた、親指探し、6年、などがあります。映画ライター。その後、 ホラーブームは一旦落ち着くものの、ジャニーズタレントがホラー映画で、主演、お春作品は増えていった。中山祐馬さん、29、の映画初出演、初主演、ホーンテッドキャンパス、16年、今や、2B、社長の滝沢秀明さん、41、初主演の、子供使い、17年、岡田純一さん、42、ホラー初主演の、来る、18年、 など、ジャニーズ事務所に所属するタレントがホラーで主演を務めるケースが目立つようになりました。20年には、カトゥーン、亀梨和也さん、37、がホラー初主演の、事故物件怖い間取りが公開されると、初日3日間累計で動員約34万3000人、工業収入4億6500万円で初登場1位のヒット、工業通信社調べ。 最終的に23億円で着地した講習は、コロナ禍で快挙です。さらに21年には嵐、相葉雅紀さん、40のホラー初主演、それ、がいる森、が公開され、初日3日間の動員は約12万9千人。興行収入は1億6500万円と検討しました、全道、前述した映画の中には、ジャニーズジュニア、 が共演者として名を連ねた作品も複数ある。前出の映画ライターが、ホラー界にジャニーズタレントが増えてきた現状について続ける。そもそもホラー映画は若年層がターゲット。またホラーは構成や演出の力が大きいため、演技力の未熟なアイドルでも起用しやすいとされています。加えて、ファンは好きなアイドルが恐怖に怯える顔という普段見られないギャップを目にすることができる。 AKB48 が女性アイドルグループを盛り上げていた10年ほど前は、AKB ホラーの作品が量産されました。前田敦子さん32、隣宮りみひろきさん40の W 主演映画、黒百合団地13年は観客動員数68万人超えの大ヒット作となり、それを受けてジャニーズもホラー界に若手を多数送り込むようになったのです。 ホラー業界としても新しい観客層である若者を呼び込みたいという狙いがあり、積極的にジャニーズタレントを主演に起用。その他、若手タレントにも白羽の矢は立ち、木村拓也50、徳道静香53の次女である後期20は、牛首村22年というホラー映画で主演を務め女優デビューしている。 若手アイドルやタレントのファンが見に来てくれるのは大きなメリットだろうが懸念も大きいという。映画配給会社関係者はホラーファンが満足しているかどうかは別問題だと話す。制作側は今が旬のジャニーズタレントを起用すれば少なくともそのファンが見てくれると考えがち。それも一部正しくはあります。でもそれ以前にもともとホラー映画のファン というのが存在する。そしてホラー好きとしては、アイドルが出ているホラーは、そんなに怖くならない、経験を重ねてきてしまっている。アイドル主演なら見ない、と、最初から距離を置くホラーファンが出てきています。配給会社関係者。アイドルが出るホラーは怖くならないのは、あるある、だという。例えば現在公開中の、聞け島。 西畑ファンの中には一人で10回以上鑑賞する猛者もいるが、見に行ったホラーファンのレビューは、全然怖くない。途中で寝た。などと国評が並び、初登場8位、2週目には県外でなかなか厳しい状況になっているようだ。前室の映画ライターは、あるレビューサイトでカレー好きなんだよねって言ったのに紹介されたのがラーメン屋でそこのカレーラーメンがうまいって言われた気分。 という投稿があったのですが、まさにそう、だと話す。ホラーファンからしてみれば、純粋にホラーとしては物足りない。かといってアイドルに興味はないということ。ホラーだと聞いて映画館に足を運んだところ、ジャニーズファンばかりで居心地が悪かった、という人もいますね。西畑さんは NHK の朝ドラ、ごちそうさん、13年度下半期、朝が来た、15年度下半期、 などにも出演し、演技派として高く評価されている。それゆえに、爆死のイメージがつくのはもったいない感が否めません。もちろんホラーが悪いわけでは全くない。アイドルやタレントがホラーなら主演を務められるという安易な話に乗っかると、厳しい結果が待っていることもあるという話です。ホラー映画はホラー好きが見る分、目が肥えた観客も多い。 一方で演技力はそこまで求められず、出演までのハードルも高くはありません。しかし、ホラー好きを納得させかつ、自身のファンにも納得してもらうようなホラー作品を仕上げるのは、実は超難関なんです。全道。ジャニーズタレントが安易にホラー作品に出まくると、俳優としての価値に傷がついてしまう。VR と怨念という最新技術と非科学の融合。 新感覚のホラー作品。西原は脳科学者、片岡智彦を演じた。